ロドリゴ・アントニオ・ロンバルドトシは、ブラジルとイタリアのサッカー選手。ポジションは MF もしくは FW。パラナ・クルーベのユースに在籍した後に、クルーベ・マルトロンに移籍。そのままプロ昇格し、同チームでプロデビュー。その後、アラウカリア FC に移籍。2005年には、ブルネーディ・ PMMFC に移籍し40試合25得点の活躍をした。その後再び、 ブラジルに戻りジョインビレイ EC に加入するも、ギリシャのイラクリス、テッサロニケ f c に年内に移籍。年が変わると、スイスへと渡り、f c ワンゲン、ベオイデンに加入した後にヌーシャテルザマックスに移籍。翌シーズンからは、FC ローザンヌスポルトに移籍し、2シーズンをこのチームで過ごした。その後はイランへと渡り、トラークトゥールサーズ EFC、エステグラル FC で、 それぞれ1シーズンを過ごした後に、ブルネーディ PMMFC に8年ぶりに復帰。その後は、ユース時代に在籍していたパラナ・クルーベーに十6年ぶりに復帰するも、同年には、シンガポールのタンピネス・ローバース FC に移籍した。タンピネス・ローバース FC に移籍する際には、パラナ・クルーベとの登録を抹消しての移籍で、ハイチ代表のファブリス・ノエルが、 個人的な事情で対談したのに伴ってのことであった。タンピネスローバース FC でのデビュー戦は、ゲーランインターナショナル FC とのダービー戦であった。2017年1月、リムリック FC に移籍した。ありがとうございます。